か。食欲元気や。もう食べるの増えてきました。増えてきました。なんか食欲がすごいあるみたいで。で、健康チェック表も出てみてください。で、これ今朝6時の便なんですけど、この感じをするようになります。あ、だいぶ普段だともっと硬い、硬いというか、でも黒くて硬い。ひんひんいい感じになってきてるわけね。まあ、これは見せてもらうだけですね。で、自力で食べるのは今ではないけど、南米はまだ出てると思う。ビジビジってきてる。あ、でも昨日3、2、3めっちゃ食べました。1グラム食べたんですね。で、今日も今のところ、はい、朝の時に、はい、で、プラス 2.5 を2回やってもらってる、はい、薬は飲めます？飲んでます。大丈夫、はい、で、うんちの回数は1、2、3、4そう、この SM って書いてあったんですけど、あの今みたいな、普通じゃないけど、でも、うん、いいですよ、わかりやすい。でも、もともとこの子でさ、何回ぐらいしてるの？もともと元あの普通の時は何回ぐらいしてるんですか？4、5回なの。結構してました。だよね、結構してます。大体結構多いんですよ、あのちょっと、ちょっとだけど外に出して動き出すと、でも体重は減ってるな。そうですよね、やっぱりなんか535だ。私見間違い、こう525で朝測った時に見間違いかなって思っちゃったんですけど、535、これ食前です。大体測るのは食前なんです。それが本当の体重だと思いますよ。まあでもね、ちょっともうちょっとさ、はい、なるべくこれたくさん食べてもらうんで、仕向けて、はい、もあの少しそうこうやって補ってください、体重少なかったら、はい、でも注射はしませんので今日は。だから点眼と抗戦照射療法をします、はい、じゃあちょっと便でお尻が結構汚れちゃってて、はい、洗いたいけど、いつ洗おうって。あ、洗っていいですよ。いいですか？うん、乾かせれます？それなりに。ドライヤーで。そうそう、はい、タオルとドライヤーでね、乾かしてもらえれば、はい、これ、まあ、なかなかいいですよね。抗戦照射100の2分で、100の2分で、はい、今までも洗ったことあります？あります。あります。あ、じゃあ月1回ぐらいで、あの汚しちゃった時にやってるんです、うん、じゃあ洗ってもらっていいです。はい、で、この子 B は10日の日に飲んでんだよ。昨日飲んでんだよね、はい、だから今日は B はお休みね、はい、じゃあお薬をね、もう少し出します、はい、だから4日分、もう4日分出しておきますから、はい、B じゃなくて AB 合わせて4日分ね、はい、あ、はい、だから B はぐらいまで大丈夫？はい、大丈夫です。12月の12、14、14が水曜日だから B は2回分ね、はい、で A はまあ4日分だから、ん、3日分キュウリ出して、そうか、まだ残ってるんだよね。いや、残ってます。今日の夜分まで残ってる。明日の朝まであります。はい、わかりました。そうしたら、もう一個分出してもらいます。明日の朝。はい、じゃあ、あの、2日に1回のステロイドは16までだ、木曜日まで出してもらいますね。はい、で、多分、朝晩の薬も木曜日ぐらいまではあると思いますんでね。うん、この体重だけさ、朝一の体重とできればね、朝一とさ、はい、夜と2回測れたら測ってください。その人は様子変わりないですか？で、あの、うんちがどんどん固まってくる兆しがあって、はい、まあ、体重ができれば一緒がいいんだけど、はい、一緒か増えた方がいいんだけど、はい、うんちが固まってくると多分ね、8g とか、ね、9g 食べるのが増えていくと思うんだけどね。まあ、そこ様子見てください。あんまり体重がゴンゴン減ってくるとか、しょんぼりしてるとか、またうんちが柔らかいときは、すみません、途中で来てください。はい、なかったら、じゃあ、その木曜日ぐらいを目安に。ご飯を結構、昼までも欲しがって起きてるったりするんですけど、うん、あ、はい、揚げちゃってもいいですか？いいですか？揚げてください。要するにさ、しばらく調子悪くて食べが少なかったですよ。だからそれを取り戻さない可能性だから、だから調子が戻ればもうちょっと食べると思います。
ればあげていいですね、はい、で、あのできればちょっと完全なうんちになるまではトウモロコシはやめといた方がいいかな。今あげてます？あげてないです、うん、まあ、最悪やっても最悪ってのはおかしいけど一頭二人にしておくまでできればない方が早くなる。栄養補助をすごく気に入ったみたいで、これ、お皿では食べない。食べそうです。食べそうだったらお皿でやっていいですよ。全然あの食べなかったら注射でだし、お皿で食べてくるなら一応どんだけ食べたか見といてほしいんでね。一回注射器に詰めて、そう 3cc とか、もしくは測ってみましょう。大体 3cc って 3g だから、大体がグラムで測ってもらってもいいですけどね。お皿でもやってください、はい、特にこんなに食べようでこんな体重が減るんだったらこっちもプラスした方がいいですよね、というところですね、はい、じゃあよかったね。でもそんだけの薬だでこうストレスするって、なるほど、強い薬なんです。強いって言ったらおかしいけどよく効く薬なんです。だから上手に、でもこうやって2日に1回で上手に使っていけばね、副作用それは。お水飲む量で増えてません？増えてます、増えてます、うん、それも結構飲んでます。ステロイドの効果だと思う。だからどんどん飲ましていいです、はい、特に便がまだ柔らかいうちは脱水してっちゃうから、うん、だからそう水分は取っていただきたいかなと思いますね。わかりました。はい、じゃあ、OK、じゃあ薬をね、もう4日分出してきますね。はい、はい、まあでもよかったな、最初ちょっとそれね、6日、8日はちょっとしんどかったですよね。ありがとうございます、はい。